キリンの翼、キリンの翼は、東野敬語の書き下ろし推理小説である。キリンの像2011年3月3日に、講談社より刊行され、2014年2月14日に、講談社文庫より文庫版が発刊された。加賀京一郎シリーズの第9作目にあたる。家族のあり方について書いた。 赤い指と人情を描いた新山社の双方の要素を取り入れた作品となっている。舞台は新山社と同じ日本橋。ここには五街道の起点であることから、ここから羽ばたくという意味を込め橋の中央に大きな翼を持った麒麟の像が設置されている。表題の麒麟の翼とはこの麒麟像を示すもので、物語における重要な意味を表している。 作品のテーマは悲劇からの希望と祈りである。夜の日本橋寒い夜のこと。日本橋の欄干にもたれかかる男を巡査が目撃する。男の腹にはナイフが刺さっていた。どうやら男は死にかけた状態でここまで歩いてきて力尽きたようだ。その後、男は病院で死亡してしまう。加賀と松宮も三角して事件の捜査が始まる。その中、 事件直後に若い不審な男が現場から逃走中にトラックにはねられ昏睡状態に陥っていることが分かった。彼が人殺しをするはずがないと否定する恋人。しかし彼の持ち物からは被害者が持っていた財布と書類カバンが発見される。そして被害者とのある関係が浮上したことから警察は不審な男を犯人と断定し裏付け捜査を進めてしまう。 一方、被害者が部長を務めていた会社で、労災隠しが発覚し、その責任が被害者にあることが公になる。このことで、被害者家族は一転して、世間、学校からのバッシングにさらされてしまう。果たして、若い男は犯人なのか被害者はなぜ瀕死の状態で日本橋まで歩いて、来たのか加賀と松宮はその真相に挑む。加賀京一郎、松宮修平。 加賀高かまさ、金森時子については、加賀京一郎シリーズ登場人物を参照。青柳武明日本橋の事件での被害者。建築部品メーカー。金関金属製造本部長。青柳友人、武明の息子。中学校時代に水泳部に所属していた。中原香里り島の恋人で同棲している。福島県出身でや島と一緒に養護施設で育った。 矢島まふき日本橋の事件の容疑者。事故を起こし、意識不明の重体になる。かつて、金石金属に派遣されて働いていたことがある。しかしある出来事で契約を切られた。青柳遥被害者の娘で、友人の妹。父親の死に対する、周りの態度に悩まされている。青柳ふ子被害者の妻で、友人と遥の母親。杉野達也友人の友人。 中学時代の水泳部仲間でもあり、高校も一緒である。黒沢翔太友人の友人。中学時代の水泳部仲間。糸川友人たちが、中学時代の水泳部顧問。小竹義信、金関金属工場長。吉永智之友人たちが、中学時代の水泳部の後輩。練習中の事故により、一命を取り留めたが、今も意識を戻していない。キリンの翼。 劇場版、新参者として映画化され、2012年1月28日、公開。配給は東方。2010年4月期に放送された連続ドラマの、日曜劇場、新参者、並びに2011年1月に放送された、スペシャルドラマ、東の敬語ミステリー新春ドラマ特別企画赤い、指、新参者、加賀京一郎再び、の続編にあたる。 全国377スクリーンで公開され、2012年1月28、29日の初日2日間で、公衆2億7640万8100円、動員21万7183人になり、映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。フォトブック、編集ブルーレイ、編集 DVD、編集、ありがとうございます。